ったもんね。何が最近マジで全然やってないわ。一回復興しましたって言おう。一応どうだ。なるほど。ガンバロさん。大体やりなかったっすか。すごい絵だよこれ。いや、ちょっと。うわ。なんでもいいです。ちょっとだから、それはお前赤堀です。あ、強い。あれ強い。強い。ごっちゃんです。あら、将棋といえば。将棋強いですか。好き。え、やりますか。やりますか。え、ちょっと帰ってきて。いいよいいよ、やろうやろう。すぐやってました。iPad とかで多分できるっすよ。できるできる。あ、できます。できます。はい。アプリやりましょう。やりましょう。よっしゃ。まあちょっとなんか藤井聡太があるんで、まあ一発やった方が。キリスト教がメスも強いよ。角界、角界の角はあの角業の角っすからね。斜めに。斜めに行こう。これ東でさ、斜めにパッチン置いこう。ガツンと行っちゃう。流せろかなって。もう料理できないよって忘れろかなと思っちゃった。でもあの将棋の映画でやってたからね。羽生さん役で。え、マジっすか、うん、ちょっと聞いてないですね、それは。じゃあ少なからず将棋の勉強してるってことですもんね。してるよ、そうじゃん。もうすげえ浴衣着るんだ。そう、してる着てる。え、羽生さん役で出てたんですか、映画。ピシッピシッ。え、じゃあ将棋普通にさせるんですか。将棋普通にさせるけど、プロ棋士はもう全然違います。ちょっと聞いてないですね。なんで将棋ちょっとさせるだけだよ。はい、やっちゃいます、うん、はい、ガツンと。なんかコープはコープ今度出るらしいんですけど、うん、その前に僕が一発やっておこうかなって、うん、ジエンドさせろかなと。次チェックメイト、うん、次回映画チェック、うん、はい、次回の映画チェックメイトっす、はい、うん、次っすマジですか。めっちゃ好き。今普段マジで大好き。写真撮りたいらしい。いいよいつでも。いいよ。開きましたよ。あ、台所開いた。はい、開きました。ちょっと台所、あ、まあいいや。ちょっとおいで。写真横に寝かしてもらって。どうぞどうぞ。写真撮ってもらっていいですか。というところで。なんで毎回俺が写真撮るの。だめ。開いてる。嬉しそう。いや、マジで好きっす。あ、好き？はい。DVD とか家にいっぱいあるんで。何の DVD？ あのクローズの一番古いやつから新しいやつまで。あ、クローズのね。はい、クローズとか。まあクローズも好きなんですけど。ごっちゃんですってなるんで。あの、他のドラマとかも。ああ、そうなんだ。はい、よく見てたんで。でさて、うん、これは何ですか。これはイノシシの前足です。すごい綺麗な色してるんですね。うん、まだ若い子でしたね、この子は。だからまだちょっとピンク味が、もうちょっと年いってると、はい、まあ、これよりちょっと赤みが強くて、逆に油が真っ白なので綺麗なボタンの花のような。あ、ボタン鍋っていう、ね、そうそう。あ、だからボタン鍋なんですか。そうです、イノシシはボタンっていうので。おかみさんは一般家庭というか、はい、各界からは違うところで、あの、育ったんですか。そうですね、はい、普通の一般家庭で、相撲部屋のおかみになるって、はい、
覚悟とか特段いりました？出会った時、うん、あの親方現役だったので、うん、なんかおかみさんになるとかは、うんうんうん、そこまで想像せずに結婚しました、うんうん、お相撲さんお相撲さんって子供の頃からお好きでした？いや全くです。へえ。あんまり知らなかったので今でも、うん勉強中ですね。昔の話とかで皆さんが盛り上がってるのがやっぱついていけなくって、ああ千代の富士がとかって、あそうですね、はい、おかみさんが料理を結構作られる部屋が多いんですか？はい、いや作る部屋いないと思います。あじゃあお手伝いする双子山部屋は珍しい方、はい、そうですね。そうなんだ、はい、私が好きなので作るんです。ああ、はい、みんなといろんな話できる場。なるほどなるほど、はい。最近体調どうとか。そうですそうです、ね、今日ちょっと肉を柔らかくするためにちょっと長いこと火にかけさせていただくんですけど、はい、あ、わかりました。なんか弟子たち手伝うことあれば、はい、ちょっと遠慮なく後でお声かけさせていただくかもです、はい、ね、まあ興味ある子いたら今後、はい手伝ってもらえれば足一本とかで送れるから、はい、本当ですね、うん、そういいですね、はい、いいですか？もちろん嬉しいですよ。こういったものさばき方は師匠から習うんですか？いえ最初なんとなくは習うんですけど、はい、一回師匠の前でさばいたら、はい、あとはもう独学です。そうなんですか、うん、みんなほとんどそんな感じです。で山に一人で入って一人で取るっていう僕は狩猟の形態なので、はい、グループで取ったりすると一緒に持って帰ってきて、はい、みんなでさばくっていうのがあるんですけど、はい、僕はもう山の中で自分でさばかないといけなかったので。山の中で？そう。あのグループとか大人数だったら複数人で下ろせるんですけど、さば、はい、かないと一人で下ろせないんです。ああ重いから。そう。で軽くさばいて軽くして車まで何往復もしてっていうのだったので、自然さばけるようになりました。これは前足はやっぱりどうしても筋張っちゃうので。前足の筋のところから早めに鍋に入れて煮込んでって、うん、でも普段薪で生活してるんです。だから鍋火かけるのも結構時間かかったり、お湯沸かすのも時間かかるんですけど、今日はすごいでかいガスバーナーがね あるから楽ですね。楽ですね。楽いつも段ボール取ってみたいな、しけてんな。これ全部カレーですか？全部カレーです。ただリブだけ、はい、まあカレーで使い切んなくてもどなたか食べたい人がいたら焼いて食べてもいいかなと思うんですけど、うん、とにかくまあ一旦はカレー作っちゃいますこっちで、はい。焼いても美味しいですよね。リブね。うん、だから食後のあばら。これってどういう風にして取ったんですか？これは罠にかかったのを僕が言って、はい、最後頭叩いて心臓をナイフで刺して止めた子です。ね、坂上さんは約1年僕のところでも取ってるから分かると思うけど、うん、やっぱり。行政からいろいろ委託を受けて取らないといけないって言って取る漁師さんが多い中で捨てられちゃう肉がいっぱいあるからみんな食べきれなくて、かといって販売できない流通させられない肉が多いからこうやって誰かが食べてくれるといいなって願ってるところで相撲部屋の話が来たからわーっとって。
前足だけでこれだから、はい、これ後ろ足とロースと豚あのバラ肉と入るからかなりの量ですね、はい、ですね。こういう出張飯をやろうと思ったきっかけって何かあるんですか？いや、なんかあったってわけじゃないけど、はい、まあ、ずっとバイトしてた、あの、バイトリーダーでやってた店の店長っていうのが、フランチャイズに来る前にこういうキッチンカーやってたんだって言って、はい、でもなんか脱サラして、チュロスの店でキッチンカーやったって言って、はい、でもなんか抹茶味のチュロスばっかり作ってたみたいな、はい、そりゃ売れないでしょうって言ったら、はい、でもプレーンのチュロスとかは売れてたのに、はい、っていうか、いや、抹茶味のチュロス一本やりでって、聞いてたんだけど、はい、それは抹茶味のチュロスが悪いんじゃなくて、はい、キッチンカーが悪いわけじゃないなって、はい、気づいたんです、はい、待ってと、うん、でキッチンカーやってみたらやっぱり最初ねコロナ禍はちょっときつかったけど、はい、でもあったかい飯食いたいっていうお客さんいっぱいいたから、はい、その行楽にレジャーにみんな出かけるようになった時地方でもお祭りとか結構復活したじゃないですか、はい、そういうところでやってたらあれよあれよといろんな声がかかって、はい、またそこにジビエブームっていうのを乗っかって、はい、まあ、うちのところに肉おろしてくださいよとか、はい、で、漁師のおっちゃんとかとも仲良くなって、はい、あじゃあ、まあ、フードロスもなくなるし、はい、ウィンウィンかなと思って、はい、こういう看板を掲げさせてもらったら、はい、そしたら結構お声をかけていただいて、はい、まさかこんなスノー部屋に出張する日が来ると思わなかったですけどね。ありがたい限りです。だからデザートは抹茶味のチョロスです。あ、そうなんですか。うわ、全部食べ終わった。楽しみ。概要欄にホームページ載せても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。うん、あれ、なんて名前でしたっけ、お店。ホームページでもまあまあね、口コミでね、はいはいはい。うん。このショップカードを手に取った人だけ。うん、まあ精いっぱいかな、うんうん、一人でやってるんで一人でやってるかな。なんか今日フリー多いっすねそうですか。3時間で2回もかまされるうん、料理しやすい、高いから道が。そうですよね、うん、山だともう膝の上でやってますもんね。そうね、ここでこうやって修行ですよねムシシ。ムシ、あの、うん、自分の、うん、もう今亡くなっちゃったんですけど、うん、おじいちゃんもイノシキよく取ってきるんです。あ、なんか銃で撃って。へえ、そうなんだ。じいちゃんどこですか、出身？栃木です。自分も栃木。あ、そうなんだ、はい、栃木は獅子多いですもんね。そうです、2メートル近いのもいたっすね。へえ、結構でかいです。2メートルって相当だよ。え、でかいです。ラフェさんの2メートル30あるから。うれしそうだね。いやいやいや二度とやるさっきから言ってるだろそういうのこの大長いのでかいね。そうです。骨もこれ骨、おだしに。あうわ、すごい量。すごい量ですよ。そりゃもう。
生姜です。生姜、あの出汁、はい、の匂い消しの。そんな量作ったことありますか？ないです。この量は初めてですね。営業前ですもんね、これがね。この量は。そうだね。すごい時間かかるんですね、作るの。そうですね。ありがとうございます、時間いっぱいかけてもらって。本職はシェフなんで。はい、そうだったんですか。役者でも漁師でもなくシェフ。シェフなんです。なんか文明の中にいるの見るといつもと違うなって感じします。そうですね、めちゃくちゃ料理ってやりやすいんですよね。骨で出汁って出るんですよね。骨で出汁出ますね。割らなくてもいいんですか？あ、後々割れればいいんですけど、でも割らなくても大丈夫です基本。そのラーメンのスープみたいに8時間とか言ったら多分割った方がいいんですけど、はい、でも今日はそこまでではないので。すごい。あれではこれ柔らかくしてその血を抜くためにするって感じですか？うん、本当は柔らかくしたいんですけど、はい、今アクが出ちゃってるので、はい、このアクを一回洗って、はい、でもうアクはあまり出てこなくなるので一回下茹ですれば、はい、で煮込んで柔らかくします。うん、やっぱりあれですね、テンション上がりますね、こんな量の肉が誰かの胃袋に入ると思うと。そうですね、うん、学んだというか誰かに教えてもらったりはしてないんですか？両親が共働きで、それもあって自炊をよくする機会があって、あとはお金かけずに美味しいもん食べたいって若い時に思って、それでちょっとずつっていう感じでした。うん、ちょっと代謝が上がるように、上がっていいのかわかんないけど、あの寒くなってきたから生姜を多めに入れようと思って。メイクアップ、そう、休まなくて大丈夫ですか？ぶっ通し全然。よいしょ。稽古の疲労感は残ってないですか？いや、そんなに。うん、そうだ。休んでてそんなただ料理してるだけだった。肩が、
ニンニクと生姜。玉ねぎ。肉を飛び落とす。いや、あの骨と骨の間の関節がもうほぐれるので、はい、ちょっとバラバラにして。切り替えがありますね。うん。なんか東野さんに必要だと思ったら、病院いかがでした？あ、大丈夫です。はい、あ、よかった。もう具沢山。具沢山。これ東出ファンが嫉妬するっすね。私も痛いって全国に3人いるという3人ですか。食べ応えありそうだな、ね、うん、これの刺し方見た？普通だろ。万人がやるだろ。すごうん、まあまあ今どうせ暇だし、アバタメ君と将棋を指そう。おお、覚えてた。強いぞこの人。強いな。山田君も。何をしてるの？すごい精度。すげえ。ガチの骨や。
やばいこれ。ありました。やだー、強っ。入りました。ありがとうございました。いい感じです。うん。うん。うまそうっすね。うまそう、ね。うまいと思う。これ人参の角がちょっと取れ出したら、はい、まだちょっと角はあるけど、すぐなくなるから。そしたらルー入れて、はい、よーく混ぜて、また再加熱して乾燥。うん。まだ凍ってる。ところどころ。今僕たちの仕事見てもらったじゃないですか。おい。次は僕たちが仕事しに来てる。まあ舞台見に来て。ハイライフ。ハイライフ。何の話ですか。舞台の名前。クソジャンキー。ジャンキーですか。めちゃくちゃ薬を求めてる男。うん、ドキュメンタリーだ。バカ野郎。どこで仕入れるんですか。どこで、ね、まあ坂上さんは知ってるでしょ。一緒に行きます。僕は知ってます。教えてくださいよ、舞台とかあったら。あ、行く。休みだったら行きたいですよ、自分は。行く。です。いやいや、ごっちゃんですよ。ごっちゃんですよ、だからもう全部どうにかしなきゃいけない。でも行きたいですね。あれいつなんだっけ、11月の12か。ラクスだ、26とか。はい、入ってくるのはまあ12月になっちゃうんですね。あ、でもそんぐらい、ちょうど11末から12頭行けってことですよね。それは、まあここまで行ったらね、行った方がいいと思う。行きますよ。なんか先人の教えじゃないですけど、20代これやっとけよみたいなのあります。いや、ないな。ましてや角界ってねえ、想像できない世界だからないかな。でも今なんか、まあ悩みももちろんあるだろうけど、すごい名畑目くん楽しそうだから。どうすか。うん、あの暗く落ち込んで過ごす時間も、楽しそうに過ごす時間も一緒だから、楽しそうに過ごしてる方が人は集まってくるよ。いい出会いがあるじゃない。ちょっとなんかそれっぽいこと言いました。言いました。はい、いや今日の格言ですよ。死んでしまう。あ、死んでしまう。ごめんなさい。兄さんにこんな口聞いちゃった。こっちがちょっと筋があるやつ。そう。ちょっともう茹でちゃって、下茹でして、なんか砂糖と醤油と、はい、なんか適当に煮て。そう？そうなんですよ。これあばら、イノシシの解体を自分でするんですか。そう、まあ、解体動画みたいなんです。ああそうだ、あとで見せてくださいよ。あの、もうどうしよう、じゃあもう向こうに 見ますか、みんなで。はい、ちょっと僕も見たい。これ誰ですか。これ僕。ここ行っちゃったから一回で傷つくなって。そうなんだ。いや、美味しそう。油が、うん、せーの。ちょっと鍋かき混ぜる。
ていう感じですね。感謝の気持ち忘れて食べましょう。その時の見るとやっぱその時の気持ちとか思い出したり、うん、現場だとやっぱ夢中になったり、はい、その目的がはっきりしてるんです。うまい肉にしないととか、うんうん、苦しい思いなるべくさせないようにしないととか、はい、その心の状況としなければいけないことっていうのが次々変わるんですけど、うん、こうやって時間経ってから見ると、あ、こんなことしてたんだって、うん、なんか思いますね、うん。なんかやっぱ頭叩くの一発二発外したりすると、うん、言ったかなって思いますね。完成ですか？はい、完成です。ごちゃです。シシカレー。おいで、5つ、6つ。おめでとうございます。おめでとうございます。俺も多分、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。あの、卵落として味薄かったらこのソースをかけてください。はい、いただきます。いただきます。いただきます。あ、俺、次からカレー出すときは持ってんだ、今井さんとかチーズが、今井さん一人に使っちゃうから。え？チーズ。まあ、おいしい。おいしい。ありがとうございます。でもあれなんですか、マフィアとか丸いポーズ。はい、こう水はあれなんですか、臭くないですか。はい、はい、ね、うん、水臭くないですか、美味しいです。うん、なんか昔、シシ食った時に臭いイメージがあったんで、うん、すげえな。みんなイメージは獣臭いと思われるんですけど、はい、ちゃんと処理すれば絶対臭くなんない。すごい臭くなんない本当に臭くないです。あ、すみません、ありがとうございます。全然臭くなくね。はい、はい、はい、なんで私硬くなった。柔らかいってこと、うん、これ煮込んでるから肉柔らかいですか。うん、煮込んでるからですね。あの、焼いても部位によるんですけど、はい、これ硬い部位も入ってるけど、はい、これだけ煮込めば柔らかいです。めっちゃ飯食うかいです。もうなくなります一番早い。わかります。ちょっと僕この後焼肉できるか見てきます。肉を。はい。よいしょ。肉。ちょっと獅子の。ちょっと余った肉があるの。でもやっぱみんな、僕もでもそうだった。第一声は臭くないなんですよね。ああ、やっぱそういう印象ですよね。多分坂上さんもそうでしたよね。はい、最初、はい。だからみんな恐る恐る。なんですけど、はい、そうなんですよ。食べるのが当たり前っていうか、はい、そういう文化がないから、うん、先入観で
あとなんかかろうじてどっかで食べたことあるやつも、うん、やっぱそんなちゃんと処理されてるものじゃなかったりするから、うんうん、そういうイメージなんですよね。そうなんですよね、うん、しょうがないこれは、うん、シシはうまい、うまい、くしゃにあの今半のすき焼きあのあくりくりくりあくりあちょうくりづけもいつもありますかナイス食べ終わったんで、もはい、これでも出なきゃいけないじゃないの。あ、もうちょっとで、はい、これから食事会でしょ。はい、大丈夫、本当です。食事後の食事会、デザートっす。デザート、デザート何食べるの。焼肉っす。さすが、さすが腹ペコペコっすって言いながら行くんでしょ。いや腹減ってっすとか言って。いやでもそうだよね、腹減ってっすって言われたら喜ぶよね。うん、絶対そう。リブはでも網焼きがいいです。あ、焼きやすくないですか、やっぱ雨の日だから。うん、鉄板でもいいんけどね、ちょっとフライパンだとサイズが、はい、トマト煮込みとかにするならね、はい、鍋がやっぱいいけど。うん、ちょっとしか食べてないんですけど、あばらです。しゃぶりつきて、あ、だからすごい、全然臭くない。あ、おいしい、そうしました。でもその大きいのっちゃう。これなんかライオンの気持ちが分かってきたわ。あの骨までしゃぶりついた人形。いや、つまらんでしょうね。はい。めっちゃうまい。ナバタベ君、はい、これちょっと向こうお願いしてみます。あ、はい、真ん中のぐらいに。
組んだら多分もし上手やるから多分です。打ったら絶対どっか行く。かましたらかそれ持ってたんで。お前さん、ハイローカー毎年いるんだよ。変なこれもなんかやるんですか。一回茹でちゃったから、はい、これでエサトと生姜がもうないから、はい、ニンニクとお醤油とでしぐれ煮みたいにしようかなって、はい、ご飯のお供に明日以降の、はいはい、あ、まあ今日は食べれなくても、まあ、どっかで、うんうん、なんかイノシシの肉って普通に豚肉と同じようにすればいいんだけど、はい、やっぱり置いてかれるとこれどうやって食えばいいんだって思うだろうから先入観で、はいはいはい、まあ皆さんね普段から料理されてるからプロだろうけど、お砂糖ってありますか。そうなくて、うん、いや、そっか。あ、めんつゆ？めんつゆなんですよ。へぇ、これだ。なんで使わないの。体、骨太とかになっちゃったりする。へぇ、ごま油だ。昆布つゆ。昆布つゆ。昆布ちょっと見当たらないから。おう。これで。これ佃煮作っといたので、明日ご飯のお供に。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のケアまで。どうし。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これうまいっすね、今日。うん。まいっすね。柔らかいっすね。おいしいっすね。うまっ。おいしい。トレビアン。おいしいです。おいしい。嬉しい。ビタミン C ですね。お待ちしました。